今こそは真田幸村、徳川の方々、父へ参れ。 雪村め、一人で出てきよったか。舐めおって、奴を討ち取れ。敵は真田丸に攻め寄せ、ここまでは狙い通りだ。何としても平野口を守りきる。敵勢を押し返したその時が勝機。 また行き止まりか。なんだこの砦は。これぞ真田の戦ぶりよ。せめては止めるな。出丸など押し潰せ。この真田までには父上の策が生きている。そのことをお見せしよう。隠し道を使うぞ。 攻め寄せるは投票ばかり。太平になれた徳川の将は戦の仕方を忘れか。乗れ、もう我慢できん。我らも行くぞ。開門。乗ってくれたか。門前払いを食らわせ敵の士気を削ぐ。 父上はいささかも絶望しておられなかった。策に自信が終わりの罪と思っていた。今ならわかる。父上の覚悟は。敵将討ち取ったり。急げ。敵将討ち取ったり。 父直政の名にかけて、この赤備えにかけて負けられぬ。お父上から聞いておられぬか。赤備えは真田の奮闘、遅れは取らぬ。真田丸に踏み込めもせぬとは、挑発に乗ってあげくこの始末か。バカめ。 守らねばならぬものがある。そう思えば命など捨てられぬ。負けてしまうとは。これぞ真田の戦ぶりよ。 突っ込んでどうする。包囲殲滅こそが大軍の利点だろうが。だが雪村、いかに策を弄そうとこの数ではいくらも持つまいぞ。いいぞ真田の戦ぶりよ。
打ち取ったり。 真田の意地を見たか。 この技法は、また苦労をかけるな。内通者だと。まんまとしてやられたな。この勢いを止めるのは至難。ならば俺の指揮で流れを消するしかあるまい。開門。さすがは高虎殿。良い指揮をなされる。引いていただくとしよう。 死なせる気か、雪村。 吸収武者をどう裁く、雪村。 立花隊の勝手に追い借りである。沙汰あるまで待機せよ。立花さえ技法に惑わされるとはな。寄せ集めの軍とはこんなものか。隠し都に技法、おまけに隠し鉄砲か。雪村一人で迎え撃つなど大嘘ではないか。この真田丸こそ小賢しい真田の戦そのものよ。 敵の勢いが強まる一方から銃眼の打ち手が危ういな。銃撃で時間を稼ぐのにも限界がある。
意地を見たか! の双剣さん、健在なるを見届けた。されどここは譲れぬ。そんなものか、徳川は。鉄砲が怖ければ止めてやろう。そなたら着殺には槍一本で十分よ。 ありませんご分を。わしが蹴りをつけてやらねばならんか。立てたい。出るぞ。開門。この戦で大名どもは徳川の地位を図られる。故に功は稼ぎたいが戦意は低い。 雪村の策の真髄はそこよ。大名どもの身体を見極めての振る舞いこそが、とんだ食わせ者じゃ。じゃがな雪村、それでは貴様に勝利はないぞ。真田の意地を見たか。 政宗殿が退けられれば、あとは。包囲は開けた。これより家康殿の首を狙う。